鳥ちゃん焼き鳥ちゃんとは、岐阜県の郷土料理の一つで、鶏肉を使用した料理である。ケイちゃんとも表記され、鳥ちゃん焼きとも言う。もともとは、日立地方南部の下路市や高山市南部、中津川市北部、奥美野地方の郡上市の家庭料理である。1950年頃から食されていて、1960年頃から、地元の生肉店や居酒屋が独自に改良したと言われる。氷炭と、 同じく、ケイちゃんという発音である。北海道のジンギスカン料理が起源になっていると言われる。日本では1918年に、軍隊、警察、鉄道引用制服の素材となる、羊毛時給を目指す、免用百万頭計画が立案された。その早期実現のために羊毛のみならず、羊肉をも消費させることで、農家の収入増加と、飼育頭数増加を期とした。しかし、 日本人は従来、羊肉を食べる習慣がほとんどなく、産業廃棄物として畑の肥料として使われるような状態だった。この状況下、北海道では羊肉の臭みを消す調理法としてジンギスカン料理が生まれた。その後、ジンギスカン料理は他の地域にも広まるが、局所的なものに限られた。岐阜県においても例外ではなく、かつて羊の飼育が盛んだった地域で、 ジンギスカン料理が広まるが、一般に普及せずに、牧羊が途絶えると同時に消滅した。しかしその調理法を応用して、鶏肉を同様に調理するようになった。これが鳥ちゃんの始まりである。羊肉か鶏肉かという違いを除けば、味のついた肉を野菜と一緒に焼いて食するという点において、ジンギスカン料理と同一である。また、鶏ちゃんの名称は、同じく、北海道の名物料理で、 魚を焼く、類似の料理、ちゃんちゃん焼きに由来すると言われる。なお、タレは、各家庭、飲食店、製造業者により異なるが、郡上地区は、郡上味噌味、ゲロ地区は、醤油が多い。鶏肉の部位も製造業者によって異なり、鶏の内臓を用いたもの、あるいは混ぜたものもあり、鶏の皮肉と内臓を混ぜたものを当地で若脇木元、称する。タレには、 ニンニクや玉ねぎのすりおろしたもの、ごまなどを加える場合もある。同様に、鶏肉の代わりに、豚の肉や内臓を用いたものは、豚ちゃんとも呼ばれる。しかしながらそれ以外の部位よりも、内臓を用いる場合が圧倒的に多く、故障としてもホルモンの方が広まっている。ただし、他地域では、トンちゃんの名称が普及している場合もある。詳細は、ホルモン焼きの項目を参照。一方で、 内臓以外の部位の豚肉を用いて、鳥ちゃん同様の味付けをした豚肉が、近年、ブーちゃんといった商品名で岐阜県下で販売された、いわゆる、トンちゃんイコール、ホルモン焼きが豚の内臓を用いていることから、鳥ちゃんも鳥の内臓を用いているという認識が一部にあるが、これは全くの誤解である。鳥ちゃんの製造。 調理法が製造業者や飲食店によって差異があることから、常日の通り一部に鳥の内臓部分を食材に含む場合があるが、すべてにおいてそうだというわけではなく、内臓を含まない場合の方が多数派である。最近では白鳥史郎によるライトノベル農林によってこの誤解が広められてしまっている。ありがとうございます。